2050年、阪神タイガースに大山監督が就任。チームはズタボロで危機的状況。選手の獲得制限もありながら、チームを立て直し、日本一を目指す。前回で4年目が終了、ドラフトでは初の指名重複。当たりくじを引き、優秀な選手の獲得に成功。徐々に選手も揃ってきました。開幕オーダー。1番、センター、片岡。走力が B に成長。盗塁にも期待。2番、レフト、川中。昨年は2ホームランを記録。今季はさらに伸ばせるか。3番、ショート、中山。チーム1のミート力。出塁数を稼いでもらいたい。4番、ファースト、藤野。パワーが B に到達。ホームランを稼いで弾道を上げていきたい。5番、ライト、松下。昨年の留学を経て、パワーが D に到達。6番、サード、谷中。昨年は成績が振るわず、今季は巻き返せるか。7番、キャッチャー、役は。正捕手留学で不在の間、チャンスをつかめるか。8番、セカンド、杉。現状、セカンドが1番の強化ポイント。成長してレギュラー死守できるか。一方の投手陣。先発、飯塚。ストレートの球速が155キロに到達。先発、北沢。2051年ドラ1も若干伸び悩みの感あり。ここらで一皮むけてほしい。先発、山浦。初の開幕ローテ入り。先発、国吉。一昨年の自由契約から阪神へ。先発、出口。対左がいいから B に成長。先発、宮村。練習により尻上がりを習得。中継ぎ、東。2053年ドラ2、ストレートの伸びプラス奪三振でガンガン攻めてほしい。中継ぎ、奥津。昨年は中継ぎとして40登板。今年はさらに活躍できるか。中継ぎ、福沢。昨年は防御率2点台前半を記録。今季も活躍を期待。中継ぎ、尾崎。昨年末、横浜ベイスターズから移籍。中継ぎ、八田。昨年から若干の能力の衰えが見える。なんとか踏ん張ってほしい。中継ぎ、苅部。左のワンポイント。対左に磨きをかけてほしい。抑え、浜。ここ数年抑えで頑張ってくれているが、衰えも見え始める。開幕戦は中日との対戦です。中日ドラゴンズ対阪神タイガース、1回戦の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は期待の逸材ドモン。対するタイガースの先発は期待の逸材飯塚。この両投手の先発が発表されています。熱き戦いが幕を開けます。今シーズン初得点。開幕戦は敗退。タイガース、開幕2戦目。完封負け。松村、見事。開幕3戦目。今季も開幕カード3連敗に終わる。完投勝利です。今季は11勝で昨年からわずかながら1勝の上積み。33歳国吉が3勝。
新人の坂上と関根が1年目から1軍で投げている模様。藤野が8ホームランを記録。セカンドのレギュラー救護。ドラフト選手の能力確認。ドラフト下位の5人は野手転向。ドラフト5位の筧はおおよそ評価通り。ドラフト4位の若狭は南投派として輝けるか。ドラフト3位の関根は残念ながら一発がついてしまった模様。ドラフト2位の坂上は早くも先発ローテに入れそうな能力。ドラフト1位の美濃口は青徳が評価通りで一安心。優秀な世代のドラ1として引っ張っていけるか。笹沼、八田が引退。森越、岡、福沢を自由契約に。坂本コーチが弱点克服を習得。里輝コーチを留学へ。大山監督6回目のドラフト。スローカーブが武器の社会人サウスポー。変化球3球種持ち。即戦力候補の大学生。コンスタは十分。こちらも即戦力候補か。変化球3球種持ち。即座先発転向を言い渡されそうなピッチャー。守備走塁は即戦力の大学生。弾道3でスラッガータイプ。同じ外野手ならこちらの方が人気になりそう。強肩の大学生キャッチャー。ドラフト1位指名候補。コンスタは十分の殿崎くん。変化球3球種持ち。それぞれの変化量も悪くない木野くん。ストレートマックス150キロ。全体の能力も悪くない西出くん。アンダースロー変化球3種の早坂くん。ストレートはもう少しスピードが欲しいか。福原くん。V スライダーが決め球の茂木くん。また、投手能力としてはいまいちだが、野手能力が魅力的な白石くんは下位指名で抑えたい。阪神は木野くんを単独指名。茂木くんが人気を集めて3球団重複となった模様。ドラフト指名終了。今季は9名の指名です。下位指名の選手は基本的に野手転向枠。ドラフト5位は白石。弾道4でパワー E 走力 B。ホームランバッターとして化けることはできるか。ドラフト4位は庄司。ストレートは魅力だが負け運は微妙。ドラフト3位は笹本。赤徳が微妙。ドラフト2位は早坂。変化球3球種のアンダースロー。ドラフト1位は木野。一発持ちが微妙だが先発枠に食い込んでほしい。自由契約選手からは高卒経歴の1名を獲得。22歳、宮園。もう1球種覚えられれば先発としていけそう。海外留学は品川と岡上をチャイナへ。ここで庄司が大幅パワーアップ。これでかなり楽しみな能力に。6年目に突入です。
今回はここまで。